これはねちょっと隙ありかなと思います。角交換になってここの角打ちが先手になるんで、これはここから仕掛けていきましょうか。お前が後手だ。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。さあ今日もね、初心者の方、旧位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあということでやっていきましょう。相手の方ね、四間飛車ですね。でこっちがまあできればミレニアム行きたいなと思ってるんで、ミレニアム行きましょう。この銀の形を見てミレニアムできるんじゃないかなと思ってやっていってるところですね。まあただこれ金上がってきたんで、これね開いてきますね、多分ね、角道開けてきますねこれ。なのでなんかちょっとバランス相手よりは硬いんだけどバランスが取れてるミノで行こうかなとちょっと思ってますね。ミレニアム多分ね無理ですね。やったらやったで多分ね、切り返しがある、切り返してくる気がするなんか銀でできますねこれって、ね、なんか玉こっち行ったりして金上がったりして飛車回ってくるみたいなのも全然なんか見えるんで、これはなんかなんて言ったらいいかな、金無双とかにしといて角こっちから使っていった方がいいかもしれないですね。でもどうなんだろう、こっちから角交換するのなんか嫌だな。まあ何にせよこれはね、なんかイメージ的にはあんまりミレニアムにはしたくないな。まあ銀上がって、あーちょっと待ってこれ、これはですね、なんだろう、なんて言ったらいいのかな、ちょっと型破りっぽくしといてっていう感じなんでしょうね。ミネも行きたいけどな、行きたいけどなんかそんな硬く組ましてくれるようなイメージがないんですよね。なのでどうすんだろうな、まあ、急戦はでも封じられてるからまあ持久戦にしたいんですけど、じゃあどういう持久戦にすんのっていう話ですよね。まあそうね、高さというかまあ上への硬さっていう観点で銀冠とかに組み替えるのかな、なんかそういう方針が良さそうな気がします。まあね、銀冠にした時にこの辺広いからね、橋が左端が広いんでまあやりやすいかなとか思ったりするんですけど、まあこれはね次この辺狙ってるんで、まあ桂馬ジャンプして受けときますか。でまあ銀上がってってみたいな感じですかね。うん、まあそれはこっち引いといて、で金まっすぐ上がっとこうかな。なんかやっぱこの辺に玉の頭に力足しときたいんで、なんかこっち寄るかこっち上がるかなんだけど、まあ上がりたいし、上がらなくてもすぐになんもないんやったら別にいいんだよね。まあ、こっちついてきますか。相手から突かれるとつけなくなっちゃうけど、まあ角が折ったから大丈夫って大丈夫か。さあで、まあ相手としては多分銀を組み替えてくるとかはありえるね。銀組み替えて銀が来てなんか歩ついてこの辺から来るみたいな感じのはあるかなと思ったりもするんですけど、これは金寄って飛車回ってこようみたいなことかな、なんかそういう狙いに見えますよね。となった時にまあそうだな、まあ金を上がっといてもう戦いできますよっていう形にしておきますか。であとはまあ金寄った瞬間ここが離れ駒になってるんで、歩ついて歩ついて角飛び出してここに角なりますよっていう手とか、そういうのあるかもしれないですね。あとはまあこっちから歩ついてってとかは全然ありそうこれ離れましたね、今ね離れたんでなんかやっていきたいけどな。歩歩に角で飛び出してってこうかなって、飛車がここに寄る形で横歩取った時に金当たりですよ。でその時にあなた歩切りなんで、ちょっと微妙かな。まあでもこれは多分なんだろうか、まあ今すぐなんもないんで、まあ桂馬払ってきますかま
まあね、相手もこちらも隙をなくしてっていう感じだと思うんですけど、これはねちょっと隙ありかなと思います。角交換になってここの角打ちが先手になるんで、これはここから仕掛けていきましょうか。で交換して、交換して同飛車で歩打ちに対して、まあ下がっときますか、この辺までね。ここかな、ここかな、地下鉄がいいかな、こっちがいいかな、なんかねここがいいかな、難しいね。あー、なるほどね、離れ駒があったから自分からは交換したくないですよっていうことね。これ同角で、同角桂馬歩たらし、同角同桂歩たらし、歩で受けるんじゃなくて上から受けてくるかな。上から受けたら、まあでも同桂同桂同飛車で走っていけるよね。まあでも角交換はしますか。桂頭は一応ね銀で守ってるからね、まあ、瞬間大丈夫だと思うし。そうね、あとはなんかここの歩ついていけるんかな。角交換同桂歩突き同歩歩打ちで桂馬取りになるじゃん。で相手も歩打ち、いやこれちょっとやってみたいけどな、これ歩切り合ってみますか。これでやってみってできるんやったらいいんやけど、でこれで歩打ち、切り合いは先に理由ができるからこれでどうかな。それマジか、こうやると、はあなるほどねまあいつでも取れる駒はすぐには取らないっていうのが将棋のいい手とされてて、ここに角とか打ってみたいね。どうなんだろう、ここに角打ちはさすがにないかな。角打って歩突き歩成る取る取る、角打ってみたいな、角打ってみるか合わしてきた。これはでも俺が付属できる気がするんだけど、それは気のせいなの。取って取って同飛車で付属ですよ。5分。まあ取るか。取って走って。はあ、それはここ行くと桂取りが受かってこの歩成りが入りそうなんだけど。一回押す手もあるかな。まあでも一回下がっておくか。ほえー、次ここの角を消してきたと。なるほどね。そしたら、まあ、取って同金に歩叩いて下げさしてこっち桂馬持ってますよって感じやから、これで桂ジャンプしていけばいいか。取って歩打って、これ取ったら同飛車なる、飛車なるがあるんで取れません。あ、上がってくるんだ。じゃあと金作りますか。これで一応と金と桂馬得かな。と金と桂馬得してるし、金がそっぽで遊んでるよねっていう話もあって、こっちのがちょっと刺しやすそうな感じはする。あとは何しようか。この飛車にアタックしながら角とか打ってみたいんだけど、これは一回取りますか。取って角打たれて寄って角成られて、その時に一手が一歩あるから、まあ取るかあとは、あ、これなんかね、前見たな、この筋。なんか、桂馬ジャンプして、なんか飛車で取られたら飛車ぶつけるみたいな、なんかそういう手があったような気がする。なので、ここで一回寄っといて、
まあ馬は作られるんだけどみたいな。角打つか、角打つ手が先手じゃないのか。別に桂馬も打ちたいんだけどな。うーん、難しいね。桂馬、桂馬、桂馬、同銀、同歩で相手に一歩と桂がある。桂打つ、桂打ちあるかな。ここら辺に角打ちたいんだよね。角打って、まあ、避けたらこっち成り替えといて馬ができますよ。3分、角打ち、ここ来る、角打ってこういって成り替えて取って取って、いやー分からんな。まあ飛車狙いに行くか。まあ浮いてる駒なんでね、とりあえず攻めに行きますか。これは一応先手ではあるんだけど、ああそこに逃げるんだ。うーん、なら桂馬ジャンプさせてもらおうか。桂馬ジャンプしてここ狙っていくとか全然ありそうやし、難しいね。2分30秒。まあでも桂馬ジャンプするんかな。どうなんだろう、ここに歩打ちとかあるのかな。ただここに歩は打ちたくないよね。あ、金、いやそれはまあこっちなるわ。でまあここ狙っていくか。と金かな、と金、桂馬、なんかいろいろあるね。となると桂馬打ってとかの方がいいのかな。違うな、この金の働きを制限させるためにこっちの方がいいのかな。まあこうやって出ますか。一応馬でブッチしてくるってもう一応あったかもしんないんで、これでどうかな。角がねちょっと重いね、角が重いんで、これで駒の損得は桂馬もお互いにさばけた形になってて、と金得ぐらいかな。金引いてきた。あーそうかそうか、ここは金で、まあでもこれは何でもないから、何でもないからこれは桂打ちとかでどうかな。取ってまあ角が効いてきますね。これだからどうしようか。これ金入ってきたら角なって取られて取って取って、まあ同銀で取り返しとけばいいのかな。その時にどういう計算になるの。金で来る、こう来るで、こう取ってこう取って取られて取り返した時に相手に金金渡したけどこっちに金角があるんか。なんかそういうも全然ありそうだね。まあそこはね、一旦は引いて貯めるか。難しいな。引いて貯めたいんだけど、1分30秒。いやむずいな。まあこっち行きますか。うん、でこれはこっちかな。と金寄る手がズンズンって寄ってけるんでどうかなとか思ってるんですけど。さあ問題はあと時間ですね。これどうだろうな、と金寄って銀打つ手がいいのかな。銀打って同銀同とみたいな感じの方がいいのかな。
ここあでもここ削った方がいいのかな、普通に直接的にな。まあでこれはなんだ、それは分からん、分からんのだけど、まあでもと金使うとね、こっちはと金得してるんで、まあそのと金得を銀得とかに変えていきたいですね。うん、まあ何でもないのかな、何でもないのかな。これ取ったら早くなる、取ったら早くなる気もするね。金か、いやでもこれ取った方がいいな、これ取ってまあ金で突っ込んでくるか馬で来るかなんだけど、とりあえずあと1分か、時間がないんでね、そこ気をつけましょう。でこれ金が動いたら馬が取れるんで、そこだけ注意って感じで。で相手の飛車は抑え込めそう。まあここ回ってきたら歩とか、ここ回ってきてもまあ歩とか打っといて抑え込めそうやね。取って同飛車なら、どうしようかな。取って取るか、一回こうなんか竜入って馬に当てるとかで飛車こっち回ってくんなよってしといてって感じかな。うん、そんな感じかな。まあ金は取って取って取られて取って、まあでも大丈夫やと思うんやけどね。なんか薄くはなっちゃうんだけど、駒の損得的には大丈夫かな。さあ相手は何を考えてるんだ。ああ次系ね、次系ね。まあでもこっちじゃない。1分、一回受け取った方が良かったかもね。一回受けても良かったかもね。まあ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 、しゃあないか。で、これを、同金かな？で、同金なら馬が抜けるよっていう感じでどうかな。まあ、それは避けといて。取っとく手もあったかもね。いや取ったら危ないか、取ったら取られた手が、それはこっち抜いといてで受けといてここの地点に2枚切りとかんと危ないですよね。金、なるほど。なのか、まあ攻め合うか。まあ避けときゃ大丈夫やもんね。避けときゃ大丈夫なのか、本当に大丈夫か。いや分からん。30秒で同飛車で取られて、この辺に攻防の角っぽく打っときたいよね。時間がないんだよ。それは上に逃げといて取ってここが広いけど、でもこれ詰むのかな。これ銀打たれて同銀同銀で銀で金があるから1枚足りんと思うんだけど、いや違うな、銀があるから足りるんか。だから銀打たれたら避けざるを得んのか。銀打たれて避けて金で桂で足りてないと思うんだけど、いやん違うな、ん銀でん銀打たれて、銀打たれて取らないかんのかなこれ詰んだかもしれませんね。銀金で、いやギリ足りてないんか。銀なら上、ギリ足りてない気がするんだけど、わかんねえずら金は横避けるしかないかな。ここに角が利いたのがでかい。それは避ける。
角突っ込んで勝ち合ったらいいんだけどな。突っ込めるのかな、突っ込めるのか。桂打ちは、桂打ちは上がった方がいいかな。それはこっちかな。これで積んでないはず。強があっても足りんでしょ。いや、これは銀打ちこれは銀打ち。はい、ありました。危ねー。はい、いかがでしょうか今回ね。居飛車対相手の方の四間飛車のね、金がバランス取ってくる形でした。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。